大丈夫ですか、バンプさん、声があの変なんですけど。ああ、昨日カラオケではしゃぎすぎちゃった。ああ、そうなんですか、気をつけてください。あ、カラオケで思い出したんですけど、あのバンプさんはこれあの母親が持っていけって、あ、お茶おけにどうぞって。ああ、気を使ってもらっちゃってお返ししなくちゃいけないね。いや、あのそういうのいいですよ。あのこういうのっていつまでも子離れできてないみたいで嫌な感じなんですよね。いいお母さんじゃない。あのそろそろいいですか。あ、ごめんごめん、初めて。お疲れ様です。それでは今週の定例会議を始めます。今日の議題はいつも通りレッドの傾向と対策についてです。痛いって感じるうちはまだ幸せだよ。これからだよ、これから。膝の皿抜き取るぞこら。俺のパンチ食らってそれ以来匂いが分からなくなったやつがいたな。確か一発避けたら二発ボコるからな。よくもまあこんな心が折れそうな脅し文句浮かびますよね、レッドは。おろし金でその花おろすぞ。俺の拳がおかしくなるまでボコってやるよ。あの拳がおかしくなるまでってどんだけ。ひとまず思いつくところでこんな感じでしょうか。思いつくところだけでこれだからね。思い出したくない言葉も山盛りですよね。根っからだよ、あの人は根っから。俺も眠れない夜が多いです、一号くん。レッドは相手の心をくじく天才ですよね。言葉の方が拳より痛いよね。おい、いるか。かよこがこれ持っていけって。この間の煮っころがしのお礼とかなんとか。レッドさん。なんだ、取り込み中かよ。あ、何の会議してんだ。埋めるぞ。こら、正座しろ。てめえら、埋めよ。天体戦士サンレッド。これは神奈川県川崎市で繰り広げられる善と悪の戦いの物語である。善と悪が壮絶な戦いを繰り広げる地川崎市。今またここに凶悪な怪人が送り込まれてきたのだった。何これ。まあ何これじゃなくて凶悪ぬいぐるみ型怪人ヘルルフですよ。これが凶暴なヘルルフちゃん。この顔でヘルルフだってよ、凶暴だってよ。笑いて。ヘルウルフは魔界のクルエルキバって言われてんだよ。魔界のクルエルキバ。あ、もうやめて、息できない。え、お前たち、コロチュ。もうダメ、レベル高すぎ。コロチュだってよ。ほらほら、お二人さん、そんなに笑っちゃ失礼でしょ。ヘルウルフ君にもウサコッツたちにも。だってバンプ様、そう見たって愛玩系っすよこの子。私もヘルウルフ君のことは知らないからね。当てられるのも物持ちだからね。左は仮面マン。ヘルウルフには秘密があるんだよ。みっちゃんお願い。おー、かっこいいビーちゃん。毎回時代だよな。ほんと部屋に一つ欲しいよ、アニマルソルジャーは。喋ってないで始まるよ。はい。カモンスワン。ちょっとピーちゃん、ピーちゃんが選ぶセクシーなやつをコレクションじゃなくて例のビザを見せて。あら、満月だ。あ、これヘルウルフ君。We'll be right back.
満月を見ると変身するの。明日は満月だよ。変身したヘルウルフならきっとレッドを摩擦できるよ。すごいよヘルウルフくん、頼もしいよ。バンパ様、チュキッ、お前たち、このチュッ。あ、対決？夜？いや昼にしろよ、めんどくせえ。夜だと虫に食われるしよ。あ、虫除けスプレーしろだ。うらそうに。分かったよ、明日の夜7時な。あ、そうそうレッドさん。あ、太陽が月に屈する時が来たのだ。あ？それでとっさの起点で糸こんにゃくを刻んで一緒に炒めてみたんですけど、これが意外にも気にならなくて。あれはいいアイデアでしたね。ね、美味しかったね。はい、むしろ食感が楽しかったぐらいですよね。そうそう。あ、待ってくださいレッドさん。話せよ。俺はお前たちが飯炊き忘れて残ってた少しの飯に糸こんにゃく入れてチャーハン作った話をわざわざ聞きに来たんじゃねえ。もう少し待ってください。もうすぐ月も出ると思いますんで。 TVK の天気予報でも今夜晴れ時々曇りって言ってましたんで。月が出れば、月さえ出ればヘルウルフが変身しますから。レッド、コロッチュ。やっぱ帰る。お、逃げるのレッド。なんとかしっかり。お前たちは大きな株か。どっこいしょ、うんとこしょ。バン様、月が。お、ほらレッドさん、ヘルウルフが変身してる。おおおお、ほらね、ね。え、おお、惜しい。惜しいじゃねえ。そもそもなんで月見ると変身するギミックが必要なんだよ、あの怪人に。っていうか、狼が月見て狼に変身ってコンセプトがよくわかんねえよ。ねえ。ねえじゃねえ。負けていいわ。え、いいんですか。いいわけねえだろ。何満足してんだよ。レッド、このチュン。虫除けスプレーの効力が切れるから帰るわ。ひょっとして初めて勝った？太陽が月に屈した。いやいやいや、違うと思いますよ。レッド、このチュン。天体戦士サンレッド、これは川崎市で繰り広げられる善と悪の壮絶な戦いの物語である。31歳人妻、二人の子持ち。今夜そんな女からのご指名だ。ねえ、結婚してよ。弟子とは別れるから。俺に首輪をつける気か。だって私も子供らもレイジが大好きなの。犬でもな。犬でも飼える家は忘れない。こっちは仕事で付き合ってきただけだ。二度と来るな。レイジさん、いいんですか。日遊びぐらいまでは付き合うが、子供を泣かすのは俺の主義じゃない。それでわざと。それに俺は子供に好かれるキャラじゃない。レイジ、レイジ。レイジさん、恨みを買うのは慣れてるさ。レイジさん上がります。お疲れ様でした。はい、お待たせ。バンプ将軍のさっと一品の時間だよ。今回は早くて簡単、野菜炒めカレー。煮込み料理もちょっとの工夫で時間短縮。じゃあ材料の紹介。まずはカレールー、市販のものをお好みで。あとは牛肉、玉ねぎ、もやし、白菜、ピーマンを用意して。まず野菜と肉を画面を参考にざく切りにしましょう。お肉も好みの大きさに切っちゃって。次にフライパンに油をちょっと引いて肉と野菜を炒めます。お肉から先に炒め始めるといいよ。野菜炒めを作る感覚でね。よく火が通ったらフライパンにお野菜が浸らないくらいの水を入れて、そこにカレールーを加えて煮込みます。焦げないようにゆっくりかき混ぜて、カレールーが溶けたらご飯にかけて完成。はい、野菜炒めカレーの出来上がり。このカレーレベル高え。俺にも食わせろよ。カレー味の中華丼みたいでしょ。白菜の代わりにキャベツでも OK。 簡単にできるから気軽に作ってみてね。